クロースレアウトレットに行ってきました。6月8日です。今日狙っていったのはこのオーキッドですね。オーキッドって何、ランこれで14.99ドルです。普通の他のスーパーに行くと1つ30ドルします。元の値段が1つ10.99ドルが3.99ドルです。日本に行くのに1ヶ月切ってちょっと焦ってます。残されていくアメリカ人たちの食料を買っています。これはもういつも買うやつですね。元が10.99ドルが4.99ドルです。定価4.99ドルって書いてありました。1.99ドルで買ってきています。はい、これもアメリカ人たちの非常食。1つ15.99ドルが6.99ドルになっていて、なんと1つ買ったら1つタダでした。はい、卵は1ダース4.99ドルが1.99ドルになっていました。前回2つで3ドルで買ってきた気がするんですけど、まあ、とりあえずエッグフレーションは終わったと思います。この冷凍のブロッコリーは定番ですね。8.99ドルが4.49ドル。オレンジジュースは元が1つ4.99ドルが2本で3ドルでした。チキンはパウンド99セントでした。もう今日食べます。これは2つで4ドルです。もっと安い時もあるので底値ではありません。5パウンドのコズミッククリスプというあのカリッとしたリンゴですね。これは定価が14.99ドルって書いてありました。それが3.99ドルです。バナナはパウンド59セントです。はい、ニンニク5個入りで3.99ドルが1.99ドルでした。この間までは、フロリダ産のが99セントだったんですけど、この1.99ドルのしかなくてですね、アルゼンチン産です。お酢はそれぞれ4.99ドルが1.99ドルです。これは実は料理用には使わなくてですね、今から北海道の使った後のとこれと水を混ぜて肥料を作ります。ガロンのジップロックは7.99ドルが2.59ドルです。このパスタはファミリーサイズなのでものすごくたくさん入っているんですね。48アウンス入っていて、元が3.99ドルが1.99ドルになっていましたが、元はもっと高いと思います。で、前々回行った時に会って買ってもうなくなっちゃって、前回行った時お店なかったので今回見つけて早速3つ買ってきました。このクッキーは元が5.79ドルが1.99ドルです。元が5.79ドルっていうのはちょっと持ってると思います。極細ポッキーは元1.99ドルが99セントになっていました。スウィーディッシュフィッシュは前回画伯が買ったら美味しかったみたいなのでもう一回買いました。3.99ドルが1.99ドルです。このスマートコーヒーはですね、元が24.99ドルが1.99ドルになっていました。なんか元の値段が高すぎないかなっていう設定なんですけど、見つかってきています。はい、これは20.99ドルが7.99ドルですね。痩せようとしてるんじゃなくてですね、これも非常食です。というわけで2023年6月8日のグローサリーアウトレットでの買い物はこんな感じです。で、支払ったのが109.52ドル。グローサリーアウトレット行くと結構高い、買いますよね。で、セーブしたのが207.05ドルでした。以上です。